はぐおはようございます。いい天気ですね、今日は。パーク日和。パーク日和、やりますか。あれ。車で行きます。今日は、とりあえずジャンプ慣れようかなと思って。そうですね、最近入ってないんでね、パーク修行の旅で。ちょっとね。行きましょう。行きましょう。天気は飛距離です、飛距離。この間のパーク紹介でだいぶやられたからさ。あれね。ちょっと、まあ、ちゃんとやるわ。ちゃんとやろう。ケンジ君ならできる。大丈夫？おいけた。飛距離がね、ちょっと飛び足りてないって言ってる。ナイス。いいいい。何回も飛んだ方がいいわ。うん、今でも飛距離めっちゃちょうどいいと思う。よかったよ。うん、めっちゃいい。ダメだわ。うん。今日はもう一日中飛ぼう。うん、一日ストレートでもいいかもしれへん。ああ、そうする。桜、ストレートジャンプ。傷んだ50の体をほぐします。ちょっと遅くない？どうでもないか。早め早めに。おお、いいね、飛んだね。焦ってない？大丈夫？フラットで最後のゲインがいらん引いてるんやな、ブレーキ。2個目はね、いい具合に飛んでると思う。あ、ちょっと低いな、今の。今日も。でもぴったりでしたよ。あ、距離はね、うん、回してみる。まあ無理しないように。まあやっぱデコ落ちるんやな、あれ。距離良くなったな、2個目。綺麗に飛んでいくわ。やっぱり体が戻ってるから、安定振るまで後ろ向くっていう、ちょっと意識だけ。オープンクリー。ケンジ、行きます。耐えたか、一応。ドライブ止まりました？止まったけど、うん、逆エッジさんだと思う。体は行きたい、板は行きたい、体は止めるだから、うん、いや、うん、結構いい傾向やと思う。本当最初ってそのやっぱクケに抗ってたんですよ。あ、それを慣れていけばホイホイとできる。いつからできなくなったんだろうね。ファイブ、右肩です。右肩キャッチ、バックサイドファイブ、右肩を入れる。お、あー惜しい。やった？やった？みんな手の突き方した。ああ、ちょっとシリアスかと思った今。ちょっとシリアス疑った。あ、スノーボードほんま楽しいね。ほんと楽しい。飽きひんもこんな毎日やってて。なんかさ、パークやっても楽しいし、あのスピリットボール登ってみんなでワイワイガヤガヤ行くのも楽しいしさ、うん、楽しすぎだよね。ジャンル豊富でね。あ